今年9月の豪雨で鬼怒川が決壊したその4日後、茨城県常総市の市役所本庁舎内に臨時災害放送局常総災害 FM が開局しました。当初被害の爪痕が色濃く残る中、ライフライン、お風呂の無料入浴、災害ごみの搬入先、医療関係の情報など市民の皆さんに向けて最新の情報を集め放送しました。運営は東日本大震災で被災した水戸市のコミュニティ FM、FM パルルンです。私も一パーソナリティとして次から次へと入る情報をマイクの前からお伝えしました。茨城県及び常総市の独自支援制度の実施に伴い、住宅の応急修理制度の半壊における収入要件が撤廃されましたので、申請可能な方の受付を行います。まずは生活再建、これをまず大事にしていきたい、うん、で続いてでは本格的な復興に向けてどうやっていくのか、うん、ということも同時に考えていかなくてはいけない。市の広報誌が11月5日号から復刊したことから役目を終えたとして11月30日、78日間の放送に幕を閉じました。